今回はこうパンチの時の手首ですね。よくありがちなのがこういうふうに曲がったりこうやったり曲がったりします。これも大体肩に力が入っているのが原因で、それを無理やり帳尻合わせようとしてこういうふうに曲がったりします。だけどこう手首が曲がってるっていうのはもう大工道具で言ったら首が曲がってるようなもんなんで当たりません。当たってもこう手首をパキッていってとても危ない。だからこの拳から肘は前腕もまっすぐです。何が何でもまっすぐです。で相手のこうまあ当てたいところですね、ターゲット、拳、肘、そこが一直線になるように、でそこをこうまっすぐこの前腕を移動して拳が当たるように。だから上向きに打ちたいという時には必然的に肘が下になりますね。そうするとこういう上に上げていくパンチになるし、これは拳が下を向くと必然的に肘が上に上がっていきます。でこれがちゃんとこうまっすぐ入っていくような、そんな感じでやるといいですね。ここはまっすぐです。ここはまっすぐ、それはもう超ベーシックで超簡単なことなんですけれども、ものすごい大事ですんで、ぜひ気をつけてやってみてください。